こんばんは、東京幻想です。今夜なんですが、うなぎが目を覚ましたので、これから餌をあげたいと思います。じゃあ、この間買ってきたこのミミズを早速あげてみましょう。すごいですね。一瞬で飲み込みましたです以上でした。これがうなぎがミミズを食べる瞬間でした。それではおやすみなさい。